連隊長があんな若造で大丈夫か。ガーナ様はその辺の若造とは違う。何も知らぬくせして勝手なこと言うな。知るわけねえだろ。ついこの間まで対立してた奴らのことなんてな。口の利き方に気をつけろ。ぶっ潰されてえのか。それはこっちのセリフだ。俺の親父はお前たち砂にやられた。ここで仕返ししてやってもいいんだぞ。はあ、どうやらそう簡単にまとまることはできないようだな。当然だ。これまでの歴史上、各社とは常に争い続けてきた関係だからな。さて、この状況をどうなされる。戦闘大連隊総隊長殿。自国自里のために第1次から第3次までの長きにわたり、忍びはお互いを傷つけ憎しみ合ってきた。その憎しみは力を欲し、俺が生まれた。かつて俺も憎しみであり、力であり、人中力であった。そしてこの世界と人間を憎み滅ぼそうと考えた。今、暁がなそうとしていることと同じだ。だが、この葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。その者は、敵である俺のために泣いてくれた。傷つけた俺を友だと言ってくれた。彼は俺を救った。敵同士だったが、彼は同じ人中力だった。同じ痛みを理解し合った者同士、わだかまりはない。今ここに敵はいない。なぜなら皆暁に傷つけられた痛みを持っている。砂も岩も木の葉も霧も雲もない。あるのはただ忍びだ。もしそれでも砂が許せないのなら、この戦争の後に俺をやればいい。俺を救ってくれたその友を、今敵は狙っている。彼が敵に渡れば世界は終わる。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。世界を守るには俺は若すぎる、浅すぎる。だから皆の力を貸してくれ。同意する者は俺に続け。まずは元暁のメンバー、そして元人中力のメンバー、さらに元五影前任者たち、最後にその他諸々名のあった手だれたちだ。どうだい、そうそうたるメンツだろ。それにヤマトの木遁チャクラを使って絶も強化することができた。もちろんこの地下にいる約10万の絶を含めてね。戦力は十分に揃ったわけか。君の方は確か止水の目を手に入れるため団蔵の体を手に入れたとか。あれは回収することができなかった。団蔵目、こと切れる前に己の光を潰すとは。それは残念だ。彼の目があれば戦況はさらに有利に運ぶはずだったのに。まあいいか、あれがなくともこちらの戦力は強大だ。万が一にも敗北はありえない。気を抜くな、奴らも相当の戦力を集めている。わかってるさ。けど僕らが有利な状況にあるのは間違いない。そうだろ。いよいよだな。
行くぞ。開戦だ。第6章開戦。ここはもう敵の領地内だ。周辺への警戒を怠るなよ。はい、了解。ここまで大きな動きなし、周囲に異変はない。だが、得てしてこういう時が。ダメだ、今ので数人やられた。くそ、挨拶のつもりだったんだがな。お前らにはちょっと過激すぎたか。ん？派手好きなのは相変わらずか、デイダラ。お前は赤砂のサソリか。久しぶりだな、カンクロウ。ああ、お前、あん時旦那がぶっ倒した雑魚か。ここまで敵地に入り込んでくるとはな。どうやらお前たちも奇襲部隊のようだな。奇襲部隊同士がこうして勝ち合うのは珍しい。ってことはここを制した方が今後の流れを有利に運べるってことか。うん。ならこの戦争をもらったな。てめえら雑魚にオイラたちの相手は荷が重すぎるってもんだ。うん。一度舞台から降りた者に二度もこの世に立つ権利はないじゃん。とっくに古い時代は終わった。今の新しい時代にあんたたちの術は通じないぜ。おうおうおう、雑魚のくせに一発の大口叩きやがるな、カンクロ。そこまで吠えるのなら俺を相手に証明できるんだろうな。お前の黒ひげが俺の赤ひげを超え、新しい時代が来ていること。あいつ、仲間の体を。当然だ。戦闘開始。俺たちが復活していることに。お前らの情報はすでに入っている。エロ転生といって、この体で新しい芸術を生み出している。芸術は爆発なのだ。エロ転生された者は何度でも復活するべきか。こいつらと共に敵の攻撃は強力です。気をつけてください。てめえの戦い方に芸術性はねえ。オイラの反抗期が最高なんだよ。今の俺に勝つことはできない。お前たちの敗北は君だ。さらに僕は戦ってみせる。以前より少しは着陸の使い方がうまくなる。投げてんじゃねえぞ。そんな展開誰も期待してねえんだよ。あなたに忍び連合なめんなよ。
こんなとこかな。奇襲部隊同士の戦いは俺たちの勝ちだ。気をつけて。江戸転生で復活した者は魂を封印するまで何度でも復活します。ここは私が封印します。頼む。終わりましたね。いや、これからだ。怪我人は医療部隊と合流しろ。動ける者はこのまま奇襲に向かう。はい、はい。これは本当か、イノイチ。ああ、奇襲部隊同士の激突は忍び連合が勝利を収めたと現地からの連絡だ。こちらでも敵数が減ったことを感知した。所詮は俺たちの勝ちだ。よし、戦況はどうだ。先ほど連合の奇襲部隊が敵側の奇襲部隊を殲滅したと報告がありました。まずは一勝だな。他の戦場はどうなっている。各部隊が戦場に陣取ってすでに数時間。そろそろ各地で戦いが始まる頃でしょう。こちらを。